敵将、はい、わかりました。討ち取りました。すまん、助かったぞ。三の丸の敵を討ち、城の包囲を崩してやる。 敵が劣勢の時に内通者を出させればいい。勘兵殿も、そう考えているはず。まずはこの戦況を変えなくてはなりません。敵将、撃ち取った。槍の魔族か、俺の答えを。 この戦機、次の一手につなげなきゃ。防衛の内外から攻めて来よるか。北条の底力、敵ながらあっぱれじゃ。三の丸が劣勢か。ご詰めを出せ。小田原の方へ無理くり解いてやろう。 ここで行って参るか。
これぞ本領。お見せしましょう。敵将を討ち取りました。 はい、わかりました。はい、わかりました。私は引くわ。姫様、姫様、ごめんなさい。こちらは兵装を取り戻しました。外の目と合流できればよいのです。皆、敵の分断作戦をよう跳ねのけだ。ここまで一息で弱い。息をつけております。 豊臣の後継者をよう本当に。これぞ本領。秀徳様、危ない。あとは毛利が何とかします。いかがですか。これぞ本領。大門の要件、成功。 本当に聞き込んだ。いかがでした。また出たよ。余興にぎやかな声。テルモトが粘っていますが、時間の問題ですね。フーマを撃つ。 手車の火を止めましょう。コタローが駆け回している今が抗議だ。豊臣の本陣を貸され。方々も粘るぜ。秀作と本陣を同時に狙ってきやがった。本陣に入り込まれてはかなわぬ。敵の侵攻を食い止めねば。 これぞ本領。敵将を打ち取った。いかがでしたか。槍の股沙汰、俺のことよ。猿の天下、所詮座興よ。 頑張りました。勇み足についてはあとでゆっくりと。みんな要点だ。こっから反撃だ。まずはフォロスで本丸を攻撃するで。はい。はい、わかりました。今じゃ全軍天守に突撃さ。 僕は通さぬ。
王城の結束は永遠に不滅だ。 そろそろあの策を実行しようと。相変わらず蚊だの出血ですね。まずは互いの無事を喜んでもよいのでは。大将、撃ち取った。 出直す的な。 敗勢は濃厚だっちゅうに、まだ抵抗するか。皇城は誠しぶといの。秀吉様、かの廓には内通者がおります。奴らに門を開かせましょう。開門。 ようやった、勘弁。よし、東からも本丸へ進め。門を無血で開け、敵の戦意を下げましたか。さすがは勘兵衛殿、いい仕掛け時です。天下平定、ここに相なった。皆の者、大義。これで太平の世はなった。兵もようやく読書三昧の日々を過ごせるな。ええ、ですが輝元がちょっと心配です。隠居する前に釘を刺しておきましょう。